そういえば歓迎会してなかったよね。うわー、忘れてた。くそー、私としたことが。誰の？みんなの。私たちは前からいるけど、アオちゃんたちが来たのは最近でしょ。だからレナとココロと私で盛大にやろうと思ってたのに。勝手に主催者に入れられてるんだけど。だってうちら初期面じゃん。ずっと三個一で頑張ってきたじゃん。そういう暑苦しい関係っていうより家族かな。おお、いい例え。ココロがお母さんで、レナはお父さんで、私が一人娘って感じ。誰がお父さんよ。それにあなたは娘っていうよりペットの犬でしょ。ふん、もういいもん。私一人で歓迎会開くもん。アオはどんなのがいい？それ私に聞く？あくまで参考にするだけだよ。ユウキはどんなのを考えてるの？水風船に絵の具を入れて。やめて。レナには聞いてないです。学校の敷地内でするなら私にも口出しする権利があるでしょ。私だったら映画か手作りのプラネタリウムの上映会にするけど。星は空見ればいいじゃん。それとこれとは趣が違うの。私はご飯をバイキング形式で出したいな。チョコレートファンテンとかも用意して。普通にいい案。星崎さんは誰の案がいいと思う？レナさんかな。手作りのプラネタリウム気になる。材料があればだけど、まあ考えとく。アナウンスもレナさんがやってくれるの？これは夏の大三角形でみたいなやつ。やりません。ちぇー。でもこの感じ押したらやってくれそうだな。まあみんなの案全盛りにしてもらってもいいけどね。それも面白いかも。よし、まずは美術室に行って。それだけは絶対に阻止するから。